すごい。はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ、たくさんありがとうございます。チロスありがとうございます。この前映画館でチロス食べようと思ったんですけど、なかった、売ってなかった。今時の映画館はチロスからドーナツに変わっちゃったのか。ポップコーンありがとうございます。たくさんありがとうございます。今日も私、いや、それほどでも、あ、なんかクマさんのあれみたい、ディズニーランドみたい。ごめん、めっちゃ名前言っちゃった。夢の国のあのバケットみたいな。ラッちゃんのボックスに入ってるあのポップコーンありがとうございます。ポップコーンチュラス、はいチーズ、チュラスありがとうございます。最高、イズリンさんの S 推しのやつ。ありがとうございます。チュラスありがとうございます。そうそう、ネズミランドね。ラッちゃんありがとうございます。チュラスたくさんありがとうございます。最高、ありがとうございます。ね、あれです、そうそうそう、チュロスとかそういうね、またもや言います。モータンが嬉しなイベントまた始まりました。今回はなんと、なんか期待テーマパークに達成したら行っていいよみたいなイベントです。ごめん、正式名称、ショールームランド20万ポイント達成でテーマパークに行ける旅行券プレゼントだって。そうだから、今まではね、食べ物、お仕事上がりました、ワイタ、お疲れ様、ワイタ。そうなんか今までは、まあ、食べ物とかだったんですけど、あの今回はそのなんかいつもみたいな感じでイベントが達成できたら、なんかももたん旅行行けちゃうみたい。そう、なんか旅行に行けちゃうみたいで、行きたいのでよろしくお願いします。そう、チャンスありがとうございます。一人分多分、そう、あのなんかマイページってところを押していただいて、チャレンジみたいなところで無料のチュロスもあるらしいので、ぜひある方は投げてください。よろしくお願いします。そう、ウィン出しとこうかな、旅行行きたすぎるからイベントよろしくお願いします。ここここここ、マリゲーコのアクマン、ありがとうございます。受け取ってきました、ありがとうございます。ここここここ、マリゲーコのアクマン、ありがとうございます。そう、あのももたんと一緒に旅行とかだったらいいんですけど、あのまあ、そんな、そうそうじゃなく、なんかた普通にももたんが旅行行けちゃうみたいな。ね、みんなと行けたらいいのにね。そう、みんなと行けたらいいんですけど、なんかモモタンだけらしくて。直球すぎて草だ、なんで、なんでダメなの、はにゃ、え、私は行けないの。そう。そうらしい、モモタンだけ行けちゃう旅みたいな、うん。そういうことですね、モータンだけ。でも行きたいよね、みんな。たぶんチュロスありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。チュロスたくさんありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ソン、私の分はモータンが出してください。ダメよ、ダメダメ。チュロスありがとうございます。前も行きたい、それな。それな、ラッちゃんありがとうございます。
くまさんの風船みたいなやつありがとうございます。もらえたらどこ行きたい？もらえたら遊園地かな。声が鼻あ風声ってわかった。モータン君の髪型可愛いんです。ありがとうございます、嬉しいです。チョロスありがとうございます。どこの遊園地？長島とかラグーナとか、富士急は行きたいんですけど、なんか富士急行くとあの学校の修学旅行のこと思い出しちゃって、だからなんか修学旅行楽しかったなになっちゃう。そう見るとそうだもん、なんかそうテレビとかで富士急映ると修学旅行って思っちゃう。チロスありがとうございます。ポップコーンたくさんありがとうございます。チロスありがとうございます。そう修学旅行が楽しすぎて修学旅行の思い出に浸っちゃう。ポップコーンありがとうございます。そうチロスありがとうございます。たくさんありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。もう今日ギフトのありがとうございますしか喋ってない。サンリオプールランド言えてないね。サンリオ、それはあの東京だっけ、行きたい。ちいかただしポップコーンありがとうございます。そう鼻声の話してたんだ、諦めんなって。すいません。バレた。そうもうなんかあんまみんな気づかな、意外に気づかなかったんだけど、あの風邪ひいてるんですよ今。そうなんか風邪ひいたよね。チャンスありがとうございます。気づいてた？ほら声いつもより低いもんねって、ほら鼻声なの気づいてた、ほらそうなの。ももたんも風邪ひくの、何バカは風邪ひかないよねみたいな言い方やめて。そう風邪ひいたんですよ。ちゃうの？ん？分かった？バレバレですよって、あらお友達にも秒で気づかれた。お友達に、え？なんか鼻声？あと前髪ちょっとなんか斜めって両方言われたもん。そう。コン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 。マリエかな？コン！ありがとうございます。前髪腐っただから草生やすなって。友達さすが。そしてなんか丸いか、うるさいな。タコさん、ありがとうございます。昨日はフリーレコーズありがとうございました、苦戦中です。ぜひ踊ってくれるの待ってます。埼玉両方、そう埼玉スーパーアリーナでやるやつ、埼玉のトーク会の20日、21日の2部、3部が2部、3部、そう振り替えだった埼玉が、あの2部、3部両方の20日、21日の2部、3部が完売したみたいです。イエーイ、パフパフ。
ね、本当に本当に本当にありがとうございます。嬉しい、楽しい、楽しみはちょっと無理か嬉しい、とっても嬉しい、みんなと会えるの楽しみチュロスありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。チュロスありがとうございます。とってもとっても楽しみです。ぜひ待ってます。20日は花館、花館&生探偵室で、21日はメイドさんのコスプレです。また指もどうしたの。ああ、ささくれめくった。しかもなんかめっちゃ大きな絆創膏しかなかった。そう、愛知両方3部完売だから俺朝弱いからな、起きて。チロさんありがとうございます。そう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 、今回のその横浜、うん、間違えた、また横浜になっちゃう、ごめんなさい。埼玉、埼玉のトーク会の方は受付がもう終了しちゃったんですけど、幕張、幕張、違う、もう一回言わせてください。埼玉の分は今日の正午で終わっちゃったんですけど、愛知スカイキスポの27日28日はまだまだ一部二部が余っておりますので、余っておりますのでって言い方なんかやだねまあでも余ってますので、ぜひ来てください、よろしくお願いします。27日は12月のカンガルーの衣装、28日は制服コーデです。そう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 、余らせないで、だってよねえ、もう正直に言います。レインボーの星ありがとうございます。なので皆さん受付中なのでぜひ待ってます。ねえ、埼玉で幕張の振り返られると、ほっ、あのママが修学旅行で行けなかったやつ、ふん、え、何時からだっけ、何分、話したいことありすぎるわ、待ってまーすえ、な、な、ん、17日の振り返りは疲れた、今日お知らせで出てたよ、ゲゲゲ、初耳、ええ、なになに、何時何時何時、あ、どういうこと、あ、そういうこと、一部二部三部のところで本人知らず、もうそんなの来てないえ、その一部二部三部でこの前のところ幕張買ってくれてた人はブアそのまま、でこの前の幕張で3部買ってくれてた方は今回の3部に来れるよって、そういうことか、ほうほう、さっき上がってた、メンバーの方が知らないこと多いんですけど、モーさんそのこと知らなかったんだけどチュルスありがとうございます。そんなこと知らなかった、なので皆さん待ってます、ぜひ来てください、愛知の方も待ってます、疲れを分かることができます。うん、ファンの人の方がスケジュール詳しい説確かに確かに愛したのは君だけ、
そのままの君だけ。モータン開けるのでいっぱい来るよ。来るといいね。モータンはでもどれだけお話ししても飽きない自信があるので大丈夫ですよ。そう、どれだけいっぱいお話ししてもっていうか、普段から人生の中で一日にずっと喋ってるから、別にファンの人、ファンの方とずっと喋ったって別にね、そのね、別にいつも喋ってるから、そんな喋るのが疲れるとかあんま思ったことない。なので気軽に来てください。通常営業じゃな。まあそんな感じ。それではじゃん、905日ありがとうございます。今日から給食当番です。今日から2週間、もうたちのねクラスなんか2週間で変わるんですよ。あ、そうね、遠くからね来られない方はまたいつか会いに来てください。待ってます。歯医者さんじゃないよ。2週間ごとに変わるんですけど、ポップコーンありがとうございます。マスク小さくないとか若い方は気にしない、気にしない。パンチマンは笑ったのって。じゃあでもさ、違うの違うの聞いて、あのさ帽子かぶるとさ髪の毛入れなきゃいけない、だから帽子かぶるとこういう感じになるのね。こうやってここも全部上げてこういう感じで、あの給食の帽子かぶらなきゃいけないんですよ。だから髪の毛が後ろ、髪の毛が上に行くとさ、どうしてもアフロみたいになっちゃうじゃん。そういうことそういうこと。丸いの丸出した。うるさいな。ねえ気づいてた、こっちのさ触覚とさこっちの触覚の量違いすぎ問題。ごめんね、また言わなきゃ気づかなかったやつだよね。ポップコーンありがとうございます。ほら見て、こっちさこんな多いのにさ、こっちこんな少ないの。ポップコーンありがとうございます。めっちゃ丸かった今、うるせえな。905日ありがとうございます。そう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 、もうはね小さいお母さんです。映画見終わって帰宅中ですけど雨降ってるけど風は強くないです。またね、気をつけて帰ってきてね。映画何見たんですか。ももは小食感って言って、給食ってご飯、スープ、おかず、おかずってあるじゃん。そのおかずを運ぶんですけど、スープとかは重いから2人で運ぶんですよ。だけど小さいおかずまあまあ重いのに、なんか1人で2個持たなきゃいけなくて、1人でその2個抱えて2階まで登りました。うん、なんですよ。そう、1人で2つ持つの、そうそうそう、2個持つの、だから2個重ねて。そう、重ねて持たなきゃいけなくて、しかもなんか横にいたお友達、そう、横にいたお友達がなんかちょっと夜間持ってたの、そのお友達が。で夜間持ってて、なんか給食のここのボタンが閉まってなかったらしくて、そう、そうそうそう、でちょっと待って、夜間置かせてって言われて、もう立ててさ2個持ってんのに、その2個の上に夜間置かれて、ちょ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 いって。嘘でしょって言って、これもうこぼしても知らないよって思ってさ。そう、お友達ちょっと早くって。そう、これ無理だってって言ってたけどさ、ちょっと待って、ボタン閉めてんのって。そう、嘘でしょってやってました。そう。うん、
ですよそう、なので私はここ月こ2週間は休職当番ですという報告ですそう、ボタンは大切やもんねってまあまあまあ、笑わせるな、バイアカン意味わかんない。チロさんありがとうございます。ラッちゃんの中にポップコーンが入ってるやつありがとうございます。パクということで、お歌を最後に歌いたいと思います。給食ぶちまけたことありますか？ないないない。小学生の時になんかコロッケかなんか1個落としちゃったことあるけどそれからない。クマさんの風船ありがとうございます。モーターに給食くらっ配ってもらいたい人生でした。はい、タコさんならあるよはい、ポップコーンたくさんありがとうございますフフ何してましたか？覚えてない。5年生か4年生ぐらいの時だったからなんか覚えてないけど、とりあえずなんか落とした記憶はある。ポップコーンありがとうございます。中学生だとしないですよ。ということで、お歌を歌いたいと思います。お歌お歌お歌、あ、昨日キスだって左利きリールでやったから歌おうくるくるなってますね。何のコロッケ覚えてない。チロスありがとうございます。ポップコーンありがとうございます。ねえ、くるくるしてるよ。あ、来た。僕は落としていた紙パックの牛乳を慌てて拾おうとしたら踏んで爆笑させたことがありますいいじゃん、笑ってくれたならポップコーンありがとうございます。それでは聞いてください、平野モノでキスだって左利き。ちなみにモモは右利きです。
と左っ側を聞いていただきました。ありがとうございます。はい、須田さんは左利き。それな、だからもう一回思ったことあんの。そう、紙面と同じ大好きな人と同じ利き手がいいなと思って、一回ね、左手練習してみたの。無理だった無理だった。最高最高、ありがとうございます。はちゃちゃちゃ、ありがとうございます。ポップコーンポップコーンポップコーンポップ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 コーン、たくさんありがとうございます。俺左右利きです。いるよね、どっちでもいける人。学校にもいる。コゴゴゴゴン、マイケイコの赤番、ありがとうございます。俺バトンは左利きです。おおうポップコーン、ありがとうございます。最高、ありがとうございます。ポップ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 、ありがとうございます。チュロス、ありがとうございます。ね、これすごいよね、ジェットコースター、ありがとうございます。ポップコーンポップコーンポップ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 コーンポップコーンポップコーン、なんかたくさんありがとうございます。こんなに食べちゃう太っちゃうね。最高、ありがとうございます。ポップコーン、ありがとうございます。すごいたくさんありがとうございます。ポイントランキング、あ、前髪2つに分かれたこんにちは、あ、いやだはい、なので、あの、これから塾に行かなければいけないので、塾といってもね、英語塾です。に行かなければいけないので、ランキングを読みたいと思います。オーディションみたいな髪型。ポップコーン、ありがとうございます。両手箸で食べる、すごいね。その格好で行くの、え、ちょっと肩出してたらまたもっと鼻声鼻声になりそうだからやめと。How are you? I'm fine, thank you. おお、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。Oh, I like talk guy and showroom and 重ねた足跡。あ、公園化された足跡。Thank you。 ということで、ランキングまーす。回も英語でお願いします。ちょっとすいませんおーおーおーおお、観覧車の宣伝して、そうだそう、今日 CBC ラジオさんで観覧車のラジオが放送されます。20時30分から21時までの30分です。ぜひ聞いてください。マリンさんとハタゴンさんです。ぜひ聞いてください。 CBC ラジオさんです。聞いてくださーいラジコでも聞けます。あ、ラジオ持ってないんだよねって方もラジコでも聞けます。実際もうのうちもラジコで聞いてます。ぜひ聞いてください。ポップコーン、ありがとうございます。ポップコーン、ありがとうございます。ポップコーン、ありがとうございます。ポップコーン食べたくなっちゃう。いきます。13位てんてんのふいちゃんのアバターのこと、ありがとうございます。その服好きです、ありがとう。 I'm fine はあまり使わないそうです。うん、なんで昨日食べなかったっけ。うーん、食べた12の男の子のアボタンの方、ありがとうございます。左肩が見えない、どうだ11の平野真奈ちゃんのおばたの方、ありがとうございます。10位のうさちゃんがにんじんくじってるおばたの方、ありがとうございます。9位の
平野萌音ちゃんのことのことありがとうございます。モーター見たら元気出ました、ありがとう。こちらこそありがとうございます。下から2番目くれる、うん、ほう。8位のワルタのおばたのことありがとうございます。ありがとう花声の女、またなんかついちゃったラッキーセブンの須田さんのおばたのことありがとうございます。6位パンパカパン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 のたぬきのぎちょ前のギターのおばたのことありがとうございます。情報量多い5位のネギのおばたのことありがとうございます。リムさんも乾杯おめでとう、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます、とっても嬉しいです楽しみにしてます。とっか4位のメロンソーダの中に白クマちゃんが入っちゃったおばたのことありがとうございます。あ、今日誕生日なんです。あ、やな、今日なんかさ、前さラジオの次の日かな、メダのことメールで書いてくれてるね。はぁ、あ、お誕生日おめでとうハッピーハッピーバースデーグッドラックを君に声を揃えておめでとう、愛情込めておめでとう、じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃん、お誕生日おめでとうございまーすイヤホン破れるわ、失礼しました。これからも一緒に、ももと一緒にね、楽しい一年にしましょう。これからもよろしくお願いします。ごめんね、勘違いしちゃって、ラジオの当日って書いてきた、ごめんなさいドステップ、ごめんなさいドステップ、ごめんね、ちゃんと覚えてました、はいピアスさんと一緒です、わかりました、もう来年は絶対間違えませんごめんね、これからもよろしくお願いします。3位のマルタのおばたのことありがとうございます。2位マルのこういうアバターこういう顔してるアバターの方ありがとうございます。ワイも覚えたぞそれでは行きます。ピンポンパンポーン、ジャカ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 ジャン、今日のうちはのトップ10のアバターの方ありがとうございます。10で見てて楽しかったよ、ありがとう。10いってんの、頑張ってね、ありがとう、こちらこそ。それでは、まあ、せーの、L、O、V、E、ノートブでのボタンのこと。ありがとうございます。それでは、いきます。ビッグパイありがとういきます枚数減って、あ、じゃあたくさんお話できるの楽しみにしてます楽しみ楽しみ、ありがとうございますということで、星もゲストもありがとうございます。今日の大富豪は21時から21時、今日はラジオがあるので21時から21時25分までやりたいと思います。ももは大富豪です、ぜひ対戦よろしくお願いします。4990人の方、夕方でね、まだお仕事の方もいるかなとも思ったんですけど、ね、たくさん見てくれてありがとうございます。あ、20、そっか、じゃあごめんなさい間違えました、ラジオは20時半から
21時までなので逆だ、いつもと一緒でいいんだ、本当にごめんなさい。20時半から21時まで観覧車のラジオなので、あの大富豪は21時5分から21時半まで、いつもと一緒だったやりたいと思います。ごめんね間違って。ぜひ対戦よろしくお願いします。ハッシュタグ大と Q さんでよろしくお願いします。そして愛知のトーク会まだ販売中ですので、ぜひ待ってます。ということで二人したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。